みんな、駒場行ってる？どうも、テレです。ホーム、湘南戦。酒と、雷雨と、聖地と、今シーズン4度目のロスタイム被弾。それでは、スタート。おはようございます。本日は、今年最初で最後の駒場開催です。はい、今日ね、ナイターキックオフということで、まだ時間はたっぷりあるんですけれども、これから浦和駅の方に行ってご飯を食べて歩いて駒場まで向かいたいと思います。行ってください。今最寄りまで歩いてるんですが、めちゃめちゃ暑い。ただいまの気温35度です。いや、死ぬよこんなの。まんまだ。浦和パルコに行きます。おいしいですか、モズクス。うまい、めっちゃうまい。ちょうどいい。こちらも芽ぶどう。うまいっすか。いや、行きたいね。今日は あなたがメインだからね。そうなの。そうだよ。そしたら来週も再来週も。そうや、7月は浦和月間だから。続いては青森ハイボール。飲みやすすぎる。沖縄そば、楽しみだな。美味しいですか。沖縄そばうまいよね、うん、久々に食べた。島唐辛子入れて辛くしてやんなきゃ。3杯目は青森与那国炭酸割りです。めっちゃ濃いね。そう食べたってぐらい濃いね。飲むじゃねえか。うわすごい、やばいこれ、やばい。うわこれ一発で言うやつだわ。濃いね。めっちゃ濃い。やばい青森。うわ。めちゃめちゃ雨や。全然サッカービュールじゃないよこれ。そう。2軒目も居酒屋です。宮地ブロイのお客さんお願いします。まあ、京都の平政です、はい、京都のクラウドで見て、はい、どうぞ。来週に備えて、うまいっすか。めっちゃうまい。よかったよかった。うま、京都クラウド。もちろんね、買ってもらわんと。7杯目のお酒、やっぱおかしいよね、飲むペース。だから酔っ払うんだよ。雨がすごいよ、まだ雷雨雷雨。でも雷。では駒場へ出発です。天気が悪いよ。やばい、やばすぎるよ。駒場までこの豪雨だよ。いや、やばい。うわ、雷が。うわ、やばい。結構笑ってる場合じゃない。もうパンツがびしょびしょですよ。携帯も浸水しちゃうよ。やばい。やばいね。雨の音がすごくてさ、声も聞こえない。本当に
やばい。やばいです。これは湘南戦の前に第一の試合だね。駒場へのまず道のりが第一の試合だよ。やばい。こんな雨の中でも酒飲んでるよ。湘南サポーターいっぱいいる。ちょっと雨がやばいんでこちらで避難しております。しかもスタンドにまだ入れないみたいですね。やばい。あ、熊がいや、やばい。水が。こういうハプニングもあるのがサッカー観戦ですね。すごいですね。まずいやー、このままです。すげー、このままや。
いやいいんじゃない。駅の方へ帰ってます。ではね、ちょっとモンティディ山形の試合結果を確認しようと思います。俺の携帯で見るわ。ちょっとまだ全然わかんないんでね、見ます。おお勝ってる勝ってる。お、龍馬決めたんだ。やばいね龍馬、やっぱ龍馬やな。来た来た。え、これで2連勝か。うん、やっと2連勝やった。開幕2連勝以来の連勝だよ。9800人も入ってる。すごい。龍馬、ちゅちゅちゅ、龍馬。よし。よし。よっしゃ。よしよしよし。勝ってよかった。ちょっと気持ち落ち着いたね。うん、浦和に着いた。はあ、日高屋に行くか。入れるかな。しね。よろしく頼む。はい、ということで日高屋に行って夜ご飯をちょっと食べてきて自宅の方へ帰ります。疲れたね、ロスタイムダウンはもう今シーズンもいっぱいいっぱいです。もう今シーズンね、ロスタイムに点入れられて負けるのが4試合目です。ちょっとはっきり言って異常です、僕の観戦歴今シーズン。まあね、来週アウェーで京都戦があります。京都もね、降格圏のチームなんでね、しっかりとここは勝ってね、アウェーで
平野台を歌いたいです。来週現地と京都に行かれる方、一緒に頑張って応援しましょう。キロの途中で失礼いたします。本日もテレログをご覧いただきありがとうございます。次回京都戦でお会いしましょう。